song, even when my eyes can't see. When I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me. I know your hand is guiding me. Through the valley I may walk, but you were all I'll ever need. Gave your life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm, I'll still believe. マシアヤビデオ。はい、皆さん、朝です。めっちゃ綺麗です。っていうかね、さっきからね、牛さんがね、この機械に興味を示されたらしく、ずっとこんな感じで見てます。一緒に見に行きましょう。めっちゃ面白いです。いや、ちょっとね、この見てください、朝日逆光ですね。わー、すごい今日の天気。めっちゃ牛さんに見られてます。めっちゃ見られてます。かわいいね。でも牛さんかな、それ痛いやろ。あー、大きいね。めっちゃ大きいよな。巨大すぎます。みんな同じパフパフしてる。ハエがたかんねんな。あー、確かに。お顔にな、背中も。ほんまや、すごい頭カーリーな。ヘアスタイルがみんな違うな。この人はすごい、この顔の部分までカーリーがすごいけど、この子めっちゃカーリーやな。頭はふんふん言ってはる。すごくない？いや、不思議やなと思って。こんなに大きいね、すっごい大きい牛さんにこんな見つめられるのも初めてです。でもめっちゃハエたかるやんってびっくりする。そこな。私たちはこの子たちを見てるんですが、この子たちからしたら私たちが鑑賞用っていう感じですね。見に来てるみたいな。おー、なんか来たぜ。珍しい生き物見てる感じ。なんか食べれんのかなと思ってるのかな。あ、そっか、ご飯かなと思っちゃったんかな。可能性もあるよね、人間が来たから。確かに。お友達がずっとね、そう、ずっと左ではですね、ドローンが飛んでます。上でドローンがブンブン言うてて、糞尿の匂いがすごかったんですけど、うん、なんか朝なってすごいフレッシュです。確かに、持って行きはったね。ねえ、空気が。あとね、なんかやっぱ霧が出るんだなっていう。そう、霧っていうか雲らしいですよ。雲？そうそう、息があるから、ええ、その多分蒸発した空気が雲みたいになるらしい、うん、すごいですね。でもう今だんだん太陽が上がってきて、空が青くなってきて、そうそう、今日は晴れですね。はい、あちらね、奥にあるのが僕たちが泊まってたところなんですけども、うん、いややっぱね、初日は曇ってたんで、こう今度は朝日と青空も見れて、なんか全部見れて得した気分ですね。Thank you.
素敵なお庭でしたね。めちゃめちゃいいお庭やわ。そしてもうめっちゃ暑くなってきた。暑い。わあ、そこもいいね、あやちゃん。いいよ。朝ごはんです。すっげえうまそう。しかも自家製のヨーグルトと、はい、そうヤオーズメゾンって言ってましたね。パンもめっちゃいい匂いしたから一回焼いてくれてるかな、あの、オーブンでやってくれてるかも。確かに。とこのオレンジジュースもナチュっぽいよね。そう、このオレンジジュースも多分絞ってる。すげえ。美味しそう。ヨーグルトはあの牛さんから出てるやつかな。え、ちょっと待って、絶対自家製のイチゴジャムやろとか言ってモヌママン言うて後で見つかるかもしれんけどということで朝ごはん食べていきたいと思います。はい、いただきます。おいしい。やばい、変な甘さがない、全然。うん、うわ、生絞りやえめっちゃ美味しい。いや、体に良さそう。最高やな。どう、うん、おいしい。いい音鳴ってるね。やっぱりフランスの朝はパンオショコラですよ。やっぱ甘いやつねんな。うん、自家製ヨーグルト。あ、でも匂いはね、まあまあまあ。いくよ、うん、わあ、もうとろっとろや。いただきます。ジャムとか塗らねえ。うん、まっ。嘘、甘い。甘い、砂糖、砂糖入ってんのかな。なんかめっちゃ優しい。うん、最高です。だった、私も食べよう。めっちゃうまい、これは。うまいね。めっちゃ美味しい。なんかクリーミー。うん、うん、もう最高やで、こんな風景で美味しい食べ物。これぞ旅行ですね。美味しい食べ物。もう全然口回らんわ。もうどうしました。ジャムうま今ね、あのじっちゃんが大きい。僕らが取り出すたびにみんな黙ってくれて、ほんまにありがとう。はい、今から出発します。行きましょう。バイバイ、このお家。ありがとう、お家。ありがとう、この風景。よいしょ。さあ、行こうか、や。あま、あまり、ちょっと細すぎた、階段が。ちょっと、俺、膝やられそう。はい、じゃあですね、今からですね、車に乗ってですね、さあ、リベンジャーザラシに向かいたいと思います。さあ、あやちゃん、今日はザラシ見れるかなあ。祈ってる、祈ってる、祈っております。ザラシ、ザラシ、アザラシのことです。はい。でも教育海は昨日みたいに、その、うん、結構奥までな、うん、歩いていったけど、じゃなくて結構手前で見れるよみたいな、言ってたんで、多分見れるはず。そう、だからこの前の昨日のような結果にはならずに、いいのが。あやとわしや表現しようか。うん、ちょっ、ごめんと。いや、まさにそんな感じでした。あの、前回見てない方はね、ぜひ見ていただけたらと思うんですけども。はい、昨日のマッシュどうぞ。あやちゃん、ちょっとカメラ回して、カメラ。いけるって、いけるって。あかん、でも早いけど、あかんって、命に関わるねんから。いや、もう膝上まで来てるやろみたいな。はい、いや、でもあれはやばいよ。危なかったね。はい、ということで、ビーチの近くまでやってきました。続いてはですね、ベルクっていう町のビーチなんですけども、
こちらの方がね、アザラシが近く見えるということで楽しみです。でね、やっぱりね、あのアザラシだけじゃなくてビーチも綺麗みたいで、海水浴に来てる人もたくさんいるんで、ちょっと駐車場が借りれなくて離れたところに止めてやってきて歩いてるところです。なので非常に暑い。切ってる？はい、きっと映ってると思います。暑いので、はい、なのであやの様子を見ていただけると思う完全防備ですね。ただこなしてるの私たちだけ。はい、もしは日傘はい、ということでね、今回も3つ目のビーチになるのかな、うん、いや、どんな感じなんか楽しみなんで、ワクワクしております、はい、じゃあ行きましょう。おー、アニバー、アニバー